応ですね、職場拠点の整理も兼ねてですね、ちょっと試したいことがあるんです。さらにちょいとバナーを追加いたしまして、一個だけやれてないのがあるから、それをやりたいと思います。おお、仕分けは済んだ。あとはあちらから大量に流してくるだけということであります。世界征服クラフトやりすぎてますわな。私自身が分かんないですから、そんな状況で皆さんも全然分かんないと思いますけど、まあ、そんな中、核をなす職場拠点、今日はそこをやっていくぜ。世界征服クラフト、レッツゴー。すげえタイミングだめ。どうも皆さん、マグリーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。イエイエイエイ。ということでね、本日も世界征服クラフトやっていきたいですが、うちの職場拠点をご存知でしょうか。まあ最近はこうね、薄い感じのお話が続いてますけども、まあ息抜きをしているということをね、皆様も一緒に息抜きをしていくというような感じでよろしくお願いいたします。いや、夜になってまた景色がいい感じになりましたね。ということで本日もやってまいります。ショータ今日はね、何をするのかというと、まあ、とりあえず職場行こうか。職場の方でね、まあ、とってもいいのよ最近。まあ、職場いじりはしていたけれども、詳しくやってなかったでしょ。ちょっとそのあたりをやりたいと思ってんの。本日も当動画チャンネルにお越しいただき誠にありがとうございます。本日もどうぞお付き合いくださいませ。出勤。さあ、ここが職場拠点となります。まずですね、ちょっと地図を読み込むところからスタートしようかな。最近の地図の更新をしておりませんでしたんでね。あ、いいですね、いろいろと出来上がっております。この辺りにですね、ちょっと面白機構がいっぱいあるんだなこれごめんなさいね、本当に昨日の動画でね。はい、一応ですね、職場拠点の整理も兼ねてですね、ちょっと試したいことがあるんです。この職場拠点ね、1時間自分が何もしなければ一体何がどれぐらい溜まるのか、これをやりたいと思います。1時間だから、まあ、放置するのもいいんだけど、ちょっと待ってる間はね、いろいろこういう地図とかをですね、綺麗にしてみたりとかっていうことを考えております。で、いろいろ増えてるから、これ一応増やしていかないといけないんですよ、このバナーをね。で、そういうのもあるんで、ちょっとまあやっていきましょう。イエーイ、5月連続っていうか、だいぶ整理して、これとにかくアメジストやら竹やらサトウキビやら何やらいっぱい入ってくる。今はい、ここから用意スタートで、1時間後にまたここに戻ってきたら、一体何がどんだけ溜まってるかはっきりすると思うので、そこまで待っていきたいと思います。じゃあこの間いろいろやりましょう。やりたいこといっぱいあるんですよ。で、1時間この拠点からは離れられないので、拠点にて放置をした結果どうだったかっていうのが知りたいわけなので、ここから離れずにまずは地図の更新をしていきましょう。これを更新すれば全員分更新するはずなんだけど、まずこれか。あ、すごい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 、おお、増えてる増えてる増えてる。もう日進月歩ですね。日進月歩っていう言葉の使い方あってか分かんないですけど、ちゃんと増えてるね。でもどちらかといえば失敗です、あなたね。それは分かっている、それは分かっているけれども、よろしくどうぞ。うん、まずはよいしょ、羊毛回帰。これもね、あんまり長い名前つけちゃうと分かりづらかったりするんだけど、羊狩り機追加されたぐらいかな、ここ。あ、線路だ、線路無限とね。これももうここへ常設するつもりで作ってあるので、ああ、なるほど、よいしょ。うわ、字がでかい。で、これがネザーウォートの、ネザーウォート育成機。まあ、育成できてる云々はとりあえず一旦抜きにして考えてください。ここだな、ネザーウォート育成機と。ここはもう全部やったかな、新しいのね。いや、なんか増えてたと思うんだけどな。これ鳥、やばい、またちょっと、あ、そうそう、裏でこいつ発生してたんですよ。これが雪玉無限で、で、これが、もうダメだね。もう地図、ちょっと待って。これダメだね、これ。機能しないぞ。見てもわからんやん。これどうすんの、これ。はい。見えねえな。じゃあ次の地図行くやーん。こっちはまあ、特にというか、まあ、奥の方の4つだよね。4機。え、それいるっていう人たち。つか、あ、そっか、サボテンのやつ書いてないっすね。もうサボテンの頃からなのか。ここからか。サボテン収集機、サボテン収集機と。まだウサギに関しては、ウサギのこの機構に関してはそこそこ動いてるよ。まあまあ多分本当に人参の消費もあるけどね。ファントム狩り機、まあ狩り場にしてもよかったけどね、あえて狩り機にしてみた。よいし
ファントムカリキもうさぎ、うさぎもうさぎカリキだこれ。ちょうどいい2マスのスペースがあった。もうね、名すらつけたくないけど、キノコ育成機という名をつけてですね、今後もこれはこれでめでていきます。私ちゃんとカリキじゃない、養殖機なんだこれね。亀養殖機なんで、養殖場にしようかと思って木にしといた。もう一応ね、よいしょと、はい、オッケーなんじゃないか。地図確認しましょう。はい、これで見てみると、まあ、共に新しく追加されたものは表示されている形にはなってますかね。読んでみましょう。上から、羊毛カリキ、線路無限、卵、鶏卵、うんぬん、さらにちょいとバナーを追加いたしまして、一個だけやれてないのがあるから、それをやりたいと思います。で、最後追加したいのが、もうチャンクローダーは一個ずつ書いてらんないんで、お前しかわからんだろ、インジゲーターみたいな書き方したらよ。だけど、それはそれでいいんじゃねーの、ということで、こっちかな。じゃじゃーん、インジゲーター。かなり更新されました。そうだ。で、最近ね、ほら、もうシュルカーごと入れるようにしてんだよね。溜まってきたら。だから、どこだ？代表的な、この、サトウキビもね、こんな感じで入れてる。サトウキビはここ溜まらなくなってんだな、今な。なんで、この辺が溜まってきたらですね、もうどうしようもなくなったら、シュルカーボックス、砂みたいな感じで、シュルカーボックスに入れて詰めていくってことを今後はやっていこうかなと思ってます。あと、残り、41分でございます。まあ、結果、ここの数はまだ見ませんが、どうなるのかっていうのは楽しみですね。ここまでさすがに溜まってませんね。じゃあ、ちょっと取引して、エメラルドでも稼ぐか。適当に、まあ1日っていうか半日ぐらいですかね。半日でエメラルドブロックこれぐらい溜まるんで、まあ、効率は良くないですけどね、うん、もうちょっと綺麗にはできるけど、まあ、とりあえずまあまあ溜まるんで問題ないかと。となるとですね、もう道もこれ広げられるじゃんっていうのがあるんですよ。だからこれとこれを持って、ツツジといろいろ持って道でも広げとこうかな。で、時間潰してちょうどいいんじゃないか。うりゃー、やべえ、めっちゃ楽しくなってきた。これなんですよね皆さん、この楽しさをですね、皆様にも知っていただきたいぐらいある、それぐらい楽しい。あーっと現れました、都合の悪い子が現れました。はい、目をつぶってください。そこはね皆さん、まあ、1個だけ置くんだったらもう全部脇つぶしも兼ねて置いちゃってもいいよねっていうね。で、それだったらこれ反対側も置いてあげてくださいと。そこもデザインの都合上、うん、致し方なしと。あ、皆さん1時間経過いたしました。結果を見に行きましょう。で、結果見に行って、もうここを満足するまでやって、で、そこで今日は終わりにしよう。いくよ、いきます。はっ、はい、ということで1時間でサボテンが5スタックと52個、竹が1スタックと38、スイカの薄切りが、3スタックと20で、じゃがいもが64と39ってことでございます。いつもだったらサトウキビと人参もここに入ってくるんですよ。で、アメジスト今回は動きませんでしたね。あれ1時間で2時間か3時間に1回ぐらい動くんじゃないかな。なのでもうちょっとやれば、アメジストもここに入ってくるっていうような感じぐらいなんで、で、アメジストは3スタックといくつぐらいなので、これぐらいは何もしなくてもぼーっとしているだけでこんだけの収穫があります。それが我が本拠点であります。とりあえず道だけは完成させておきたい。よし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 、こういうのがね楽しくて楽しくてしょうがないわけ。はい、 OK でございます。完成ですね。はい、ご覧ください。今日作ったの道がこんな感じでできましたし、増やさないといけない、今後もうちょっと大きくするんだったら増やさないといけないね。地図を4枚綴りにしないといけないねってことになりますよね。はい、もっともっとやりたいことあるんですが、まあ1時間でどれぐらい溜まるか、ついでに、で、うちの職場拠点をきれいにするということを今日はやらせていただきました。はい、お気づきかと思います。前回127話キノコ作ったじゃん、今映ってるやつ、これの撮影した後の私、つまりちょっと時系列ややこしいんですけど、キノコ失敗した今日の動画撮った、で、昨日の動画のメインコンテンツ後ろのやつ撮った、その後今これに変えてですね、特に変わったことはないんですけれども、はい、で、その後ですね、これに変えるにあたり、もう本当に早く醸造台極めたい、次の動画でもう醸造台システム作ろうと思ってますので、まあ、それぐらいちょっと気合を入れて今作ってるんですけども、キノコ集めるのに、はい、これも昨日の動画でも映ってますがこんな感じになってまして、ちょっとねこれをですねもう仕分けに投げてもいいのかなと思いました。うわー、仕分けは済んだ、あとはあちらから大量に流してくるだけということであります。もう先日のこのウサギを作った
ウサギの気候を作った時の動画でもうすでに下へ向かった穴は作ってあるじゃないですか。なので作るのは非常に簡単だと。よし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 、いいだろう。うん、よし、これでカチカチにはなった、カチカチにはなった。あ、来てる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 、アイテムが流れてきてますね。もうすべて仕分け機にこれで流れるようになりましたと。もう本当に皆さん整いましたよ。ほんとあとこちょこちょ放置してよ、醸造台を作っちゃえばですね、もうそれで OK だと思いますので、ややこしく時系列ややこしくなってしまいましたけれども、今日は以上だ。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。また、チャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。よいしょ、ただいま帰ってまいりました。仏、今日はうちの職場きれいにしてきました。はい、ほほー、ありだね。ほら。